バッドナイスは、渡辺エンターテインメント所属のお笑いコンビ、2019年解散。2019年1月27日、メンバーである内田英介の引退に伴い、バッドナイスを脱退することを発表した。2013年10月に赤いラカを解散した内田と、2010年にスナッチを解散したアトピンで活動していた常田により、結成。 最初のコンビ名は二人の名前を合わせた、常内だったが、2015年9月に、バッドナイスに改名。名前の由来は、東京都杉並区公園寺に実在する、バッドナイスという理髪店から取ったもの。常内時代の2014年9月9日、単独ライブ、翼をくださいを行う。2016年2月9日、東京、表参道グラウンドで、 開催の若手ネタバトルライブニューカマーで初優勝。ツネタはコンビバッドナイスとピン芸人バッドナイスツネタでの活動を共に行っている。M-1 グランプリ2018にて準々決勝進出。2019年1月27日、双方のツイッターアカウントにて内田のメンバーだったよ発表。これにより内田はやっぱり最高の相方でしたね。 それでは、就活と婚活に精を出しますとツイートし、芸能界引退。常田は、今後、自分は一人で、バッドナイス、常田として精進させてもらうつもりですという胸を表明した。なお内田引退後も過去の VTR が扱われる際は、特にぼかしなどはかけられず、実名顔出しでオンエアされている。漫才が多いが、コントも行う。 キングオブコントにも出場したことがある。常田は怪しげなセリフ回しと動きを見せて、内田に何な,なんだよ、こいつなどと言わせるようなキャラクターを演じている。ありがとうございます。